紐歴はこれでやんの？なんかすりおろすらしいよ。え、この袋ごと？え、違う。ただいまー。今日はかき氷機を作ります。今日はレッスン前ルーティンをやります。イエーイ。じゃあ早速、今日はどういう、どういった、あれです？かき氷準備いく。じゃあまずかき氷、めっちゃ凍らせたジュースをかき氷にしてみます、はい、超ヘルシー。いや、それ私の切れた切れないじゃん。うん、あーもうほらもうダメだ。ここら辺持って、ここら辺持って、 手すり下ろせちゃうよ。冷たすぎる。冷たい。ね、なんかティッシュ巻いたらめっちゃ冷たい。手でやるか。それもういらないわ。いや、いるいるいる。もう一個やろう、もう一個やろう。いっぱいいっぱい。いやいやいや、そんな時間ない。できたー。いろんな苦労があったね。でも一瞬でできた。待って、これこっち。じゃん。ジュース。かき氷。と。フローズンゼリー凍らせて食べる。いただきまーす。いただきます。これ前よりめっちゃ凍ってるね。うん。うん。うん。あ、ちょっと今からオムライス作る。美味しい。ね、見て、できた。かき氷だね、すごい。今まで食べたのより一番うまい。ね、普通にうまい。一番おいしい。なんか普通にさ、かき氷やってシロップかけるよりさ、全然うまくない？おいしい。おいしいね。これ何円で売れるかな。なんでそういう話すんの。もし将来、りっちゃん商店街を開けた、リッチャン商店街で何？540円くらい。あったかい。抹茶のお参り、すごくあったかい。あったかい。その次の歌詞わかんないでしょ。ちょっとグループの曲やってこう。できた、終わり。じゃあ、準備。餌って大丈夫、この使いをタンホール今の使うんだ。時間まだいた。あと何分？2分。ん？2分。え？あと何分？やばい、マジでやばい。20分。あ、違う。この水筒は持ってくの？え、それいつの？わかんない。昨日じゃない？私の一滴。にゃん。おい、猫。何？そこを開けた中身が見せられないんだ。なんで？無駄無駄だから。待っててね。寂しい。いくちゃん待っててね。寝てんの？わお。レッスン行ってきます。バイバーイ。ただいまー。お疲れモードです。お父さんが作ってくれたミネストローネ。あー疲れた。疲れたので今日はお弁当です。いつもでしょ。いつもだけど。いただきます。今日のご飯は何ですか。お寿司。お母さん作ったきゅうり&タコなんとかと、お父さんが作ってくれたミネストローネです。私はこれのみ。なぜならば食べてきたからです。ぐるる町中にお腹すきすぎてテケットを起こしました。テケット。なんかさ、超音でさ、私含めてさ、子供たちが苦しんでるところで楽しいって言ってた。皆さんにめちゃくちゃ嬉しい報告があります。なんとセルニー30番練習曲25番がやってよ、一緒に。おー、合格になりました。
くなった？うん。先生なんて言ってた？お見事。え？お見事。おまけって言ってた気がする。いや違う、おまけじゃなくてお見事って言ってたよ。え、嘘？マジで。おまけだねって言って合格になったんだと思ったんだけど。違う違う違う。あなたの耳はお見事だねって言って聞こえたの。うんうん、いやおまけだと思ったんだけど、まあいいんじゃないわ。じゃあ一回ひねるから聞いてね。全然指が全然動いてませんけど。波長長で練習してきたから波長長で弾いていいかって聞いたら、ダメって言ってたから、結局この距離だったの。デスとかチスとか変に長長だよ。聞いててですんでね、これ弾いてね、めっちゃボロボロだった。そのかはね、ランニングショーやったんだけど、あのね、超面白い読み間違いがあってね、ここのね、あるじゃん、これを私は弾いてたのは弾いてたから、先生が爆笑してた。でも先生全然笑わないで聞いてくれたよね、一回目。お母さんよく笑わないなと思ってたもん。お母さん気づいてたの？うん。え、なんで言わなかったの？本当にレッスンでそれで持ってたからびっくりした。うん。あ、治ってないと思って、でも先生絶対気づいてるから先生笑わないなと思って、お母さんそれ見て一人でクスクス笑ってた。大学習はね、アンプの宿題だったんだけど時間がなくてできなくなった。あと第二楽章もう一個面白いの待ってる。